どうも、天使向井です。えー、ということで、えー、本日はですね、この間2月27日ですね、えー、行われたあ、イベントです。こちら、ゾンビライドサガライブ、フランシュチュ、ライブオブザ・デッド・リベンジの、話をさせていただきたいと思います。えー、こちらですね、僕はあの、配信の方で見させていただいて、まあ、あの、生では見れなかったんですけれども、はい、あのー、すごく刺さる、 はい、あのー、ライブだったなと思いまして、ちょっとその感想を喋らせていただきたいなと思いまして、あそもそもが、あのー、こちらのライブ自体がもともと2020年3月にやる予定だったんですけども、それがあの、このご時世コロナ禍により、えー、中止せざるを得なかった。もうギリギリでしたね。ギリギリで、まあ、あのー、ちょっと中止せざるを得ないという状態、えー、悔しかったと思うんですよ。本当に、えー、全員おそらく無茶苦茶練習されてただろうし、ということは踏まえた上で、今回1年越しに、この2月27日、 3日に、えー、もう一度リベンジという形で、えー、ライブやるということだったんですけどもまあ、そもそもゾンビランドサーガーリベンジ、えー、こちらが2期が4月から始まるんですけども、そこに合わせた形しかもそのリベンジという名前が最もぴったりなライブになったんじゃないかなと、えー、始まる前からもう すごいなと。おこのつながりを作れた、えー、ことが、まあ、とにかくすごいことだなと、フランシュシュっていうのはすごいグループだなということを、まず思いました。えー、そして、ライブ見させていただいたんですけども、まあ、一曲目、サガ事変 あのー、むちゃくちゃテンション上がる曲です。ま、ああのー、こちら、あのー、夕霧が、はい、えー、メインボーカルといいますか、はい、歌うんですけどもね、あのー、なんて言うんでしょう、木野川さんっていうのはすごく歌がうまい。そして、この、坂地編において、もうとにかく、えー、セクシー、色気、えー、が出ている。これが歌声に全部乗ってるあたりが、もうすごく聴いてて心地いい。はい、えー、もうその全体的に盛り上がる曲でありながらも、セクシーさを漂わせながら、歌う夕霧にみんな心えー、奪 われたんじゃないかなと思う個人的にはいいますいや、これはなかなかな曲だなと。ね。えー、で、まあ、その流れで、まあ、MC の流れから、デッド・はラップ。はい。やっぱ、ラップ、聞くと、やっぱ、あの、ゾンビランドサガ思い出して、まあ、アニメの中で流れた曲ですから、はい。やっぱ、すごいなと。やっぱ、ほんで、また、ラップちゃんと、どんどん上手くなってるな、なんて勝手に思ったり、もう、もともと上手かったんですけども、より、なんか様になってるなっていうライブを見せていただいたような気がしました。で、特攻ダンス。まあ、これがね、かっこいい。うん。 まあ、とにかく、あのー、やっぱりこういう歌っていうのは、あのー、なんでしょうね。えー、ゾンビランドサガに求めてるものが何かっていうことにもなるかもしれませんけれども、やっぱり、あのー、 うーんー、リベンジという感覚っていうのが近いんですね。ほんと、まあ、2期の名前なのに、どうなんだろうと思って。でも、まあ、それが曲に色々現れてて、一度、えー、ゾンビとして、えー、あ、一度死んでしまってゾンビとして生き返ったメンバーがもう一度アイドルとして、えー、まあ、やり直す。そういう意味じゃ再挑戦ですね。えー、そういう意味の、ユニットではあるので、ものすごく、この、うん、えー、そのみんなが頑張ってる、そして元気を与えてるっていうことが曲にも出てるというか、はい。どの曲を 聞いてもそうだって 何今俺はこんな状態で落ち込んでるんだろうとかすごく思うんです。えー、それがまたあのアッパーな曲であってもアッパーじゃない曲であってもそうなんですけどもやっぱその中でもアッパーな曲この特攻ダンスを聴くとすごく元気になるというか、やっぱえこの時のセンターの、うん、ね、あの田野さんがもうすごくもう本当にまさにキャラ通りという感じで歌ってくださるんで、もうこれはね本当にえ聞いてもらうべきですね。うん。で、まあその合間の VTR とかもあるんですね。その合間の VTR で、えー 去年の、えー、ライブ中止になった時の気持ちなんかを、えー、インタビューで聞いてる様も、えー、徐々に積もって積もって、えー、このゾンビランドサガライブのリベンジですねここに向けてののお客さんの 高鳴りっていうのがどん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 ボルテージが上がっていくという状態なんですね。で、そこからアダバダネクロマンシー。まあこちら一気のオープニングですね。もう誰が聴いてもテンション上がるっていう。まあ先ほども言いました。あこの歌詞がすごく良くて。んで、その中でも飛んで、やっぱもうあの、すごくテンション上がる。もうこれね、ゾンビランド佐賀が好きな人間だったらもう全員があの、始まりのイントロ、タルットーの、どこタル のところでで全員テンンションがッがってまま上りすからはいこれがね、やっぱ素晴らしい、えー、素敵な曲がね、オープニングになって良かったなという、やっぱり名作と名曲っていうのはもうとにかくついにあるもんだと僕は思ってますので、やっぱりこのゾンビランドサガという素晴らしい名作にはこの『頭のネクロマンシー』という名曲があくっついてくるもんだな、えー、思いましたね。うん、で、まあ、その流れでも言いまして、あ『熱くなれ』もそう、『目覚めリターナー』もそうですし、はいこのあたりはですね、やっぱりもうあの楽曲を、えー、アニメの挿入歌でも出てるし、アニメの中 中で歌ってるところからもかっこいいなって熱いなすげーかっこいいなとか、えー、そのシーンをね全部思い出させてくれるんですねいやいいないいないいなと思っててもここで一旦、えー、アイアンフリル が出てくるんですね。えー、そしてアイアンフリルもですね、やっぱもうね、えー、曲も可愛いんですよね。で、まあそんな中ですごくほっこりしながらアイアンフリルを応援できますし、プラス、あの、このライブではちょっとね、え1枚、こんな感じの2期では絵がありますよって見せてくれる絵がダンとあるんですね。その絵を見たらこちらね、えー、旧アイアンフリルセンター水の愛と。 ねえー、し子玄か、えー、アイアンフリルう、センター、しおり。ここが二人がね、向き合ってるシーンかだあったってなるわけ どうなるんだっていう、その日期の高まりっていうのが、このちょうど2月27日、あと1ヶ月っていう、この期間の中で、もう大丈夫、大丈夫、我慢、我慢できる、我慢できるっていうところに、ポわっと与えられるエスサーで、もう4月が、4月8日が気になると思うような、ああ、こういう一コマも見せてくださいました。えー、一体どうなるのかってね、これ、フランシュシとアイアンフリル一体どのような関係になるのかっていうのも、2期では非常に気になるんですけれども、そして、バーっと、またそのね、アイアンフリルが終わってから、えー、トゥーマイディアレスと、はい、こちらね、はい、リリー の曲リリーの曲というか、まあ、まあフランス主の曲なんですけどもリリーがソロで歌うシーンがここで出てくるこれがねグググググッとね本当にあの感情ですねここを力入れないともう涙してしまうからググググってなるんですけども、はい、そのねもうすごく、えー、愛しい人に向けて送った、えー、曲っていうのがねもうすっごく伝わってきて。 汚な、汚な、汚なっていう、あ、やっぱいいなと、なるんですね。まあ、ここからもうやっぱ泣かせる曲。ま、あやっぱり心が、えー、すごくしんみり、すごく優しさに包まれる曲が多くなってきます。そして、光へ、ね、えー、エンディングですよ。もうこれを聞くとですね、やっぱり、ああと一週間、えー、ゾミランドさんが見れないんだっていうような思いもありましたけど、やっぱ改めてこういう風に、えー、ライブで聞くと、なんてあったかい曲なんだと思っちゃいますね。そして、えー、輝いて、これがね、 むちゃくちゃいい。うん。あのー、なんなんでしょうね。この力強さ。あのー、一人ずつの、 歌唱の説得力。まあ、当然、ものすごくみんな歌うまいです。はい、全員歌うまくて、もう超かっこよく歌えるメンバーだと、当然思ってます。もうそれはもう当たり前、ベースとして、えー、考えていただきたいんですけども、そんな中でも、やっぱりこの輝いてで、えー、一つずつ、えー、丁寧に歌い続ける、この輝いてっていう、この輝いてっていうところが、あのー、もしかしたらですよ、語弊を生むかもしれませんけれども、一年前の、 ライブがもし開催されていたら、ここまで届かなかったのかもしれないぐらい、そう思ってしまうぐらい、この2月27日の輝いては、むちゃくちゃ良かったと思うんです。はい。うん、むちゃくちゃ心に響いたし、うん、やっぱり、うん、やっぱいろんなことを思い出すんだなということが、 なんかこの一曲に入ってたかなと思いました。あさすが最後の曲と言って、えー、終わるだけあって、やっぱこの曲を聴いて終われたっていうことが素敵だなと思いました。そして、えー、アンコールです。そしてアンコールの中で作り出したこの、えー、VTR も、これがね、あのー、刺さりまくります。これが、えー、去年ライブができなかったことにおいて、多分、えー いろんな変更があって出来上がった VTR なんですね。それは本当にあの、もはやこのご時世に向けて言ってるとは思うんですけども、その思い、はい、えー、いろんなことがあって何にもできないような世の中だったけども、ね、本当にそこの中でも、えー、もう本当に、えー、お諦めないと。はい、えー、それの歌詞が、あのー、ふんだんに詰め込まれた、ね。 何度でも何度でも立ち上がれということなんです、っていう、その、言葉がバシバシ出てきて、これも絶対あの歌だ、もう分かってるんです。分かってるけれども、やっぱりそれでバば、と、えー、始まった。そして今回のアレンジバージョン。うん。これはね、最高です。うん。もうね、 ここにおいてはね、もう素晴らしかった、マジで。むちゃくちゃ良かったです。あの、もう語彙力なんていらないんだなって今思って喋ってるんですけど、はい、もうむちゃくちゃいいがに言いようがあんのかなっていう、うん、やっぱあのー、刺さってるし、はい、あのー、うーん、まあ本当に僕自身も、あの、自分の人生の中で、あのー、決して、あの、いい,い,いような、えー、 人生ではなかったと思うんですよ。まっすぐな道のりじゃなかったし、そして何度もいろんなことを諦めて、でもこうやって改めて続けることができて、今こうやってなんとかやらせていただいてるのはやっぱり何も諦めずにね、立ち上がって終わりを感じずに諦めずにただただ目の前の壁を打ち破って進んできたことだからと自分で思ってるからこそ、この蘇りはものすっごい刺さり方。うん。本当に、あの、 全、自分自身がすごく肯定されたように思うし、自分自身がこれからも行かなきゃいけない道のりがあるっていうことも教えてもらってるし、えー、過去の自分自身にもこうなれ、この曲をお前に聞かせてあげたいよって、俺は思いました、少なくとも。本当に、はい、えー、素晴らしかったなと、思いまして。そして、まあ、その流れで、えー、新曲です、えー。第2期のエンディングですね。はい、えー、夢を手に戻れる場所もない日々を。はい 本当に、はい、もう聴けば聴くほどっていうタイプの曲だと思いますしでもその1曲目で聴いてもああなるほどって。この 柔らかい感じの曲を一体どんな和数、えー、どんな本編が、えー、あった上でこれを聴くんだろうなともう今からワクワクするような、そしてほっこりするような曲調、最高だったと思います。そして最後はアイアンフリルも出てきて、みんなでフラッグをはためかせろ。うん。これもね、なんかすごく意味があって、やっぱラストとして、うん、この曲っていうに、えー、意味があるなと。うん。すごく思いましたね。なんだろう。 なんか、あの、全員が、あの、特に、え、河瀬さんとかも泣かれてたりとか、あの、僕は VTR 中に言ってた、あの、種田さんの、はい、あの、ここからお客さんと私たちの勝負、どっちが楽しんだもんか勝負っていう言葉もすごく刺さりましたし、やっぱ田野さんのリーダー、え、絹川さんの、え、癒し、そして佐賀事変の時の色気、はい、もうすべて素晴らしいなと思いますし、それで、え、まあ当然田中さんの、まあリリー、そして、まあやっぱり、え、舞台上での存在感、やっぱり、え、ー ステージングの強さなんてことも全部思いましたけどもやっぱり僕自身はまあずっとご一緒してるっていうのもありますけどやっぱほん楓さんがあのここの「ゾンビランドサガという場所においてすごくあの大人な感じがしたというかこれはやっぱり背負ってきたんだろうなというか、えー、それは「ゾンビランドサガもそうですけども、えー、そしてコロナ禍におけるイベントに対しても、えー、こうやって来てくださった方に真摯に立ち向かう、えー、ちゃんと向かい合って、えー、本当の思いを伝えるっていう部分 が、そうさせたのかなと思いました。むちゃくちゃ、はい、あの、しっかりしてるというか、あの、すごく、えー、シンプルにかっこよかったと思いました。もう、これはね、驚くぐらい僕は、 あ、なんか、本土さん、今まで僕が、えー、ラジオなどでご一緒していた本土さんとは全然違う表情だし、でもそれはすごく本土楓さんとしてまたこれで一つ成長したんだろうなって勝手に思いました。すごくそれは勝手な思いって分かってるんですけども。 はい。でも、素晴らしい、えー、ライブだったと思います。はい、えー、今日の23時59分までですか、アーカイブあるみたいなので、ぜひそちらの方、まだ見てない方、はい、ぜひ見ていただければ。本当に、あのー、再挑戦という意味の、最高のライブだったと僕は思います。はい。ということで、えー、ございまして、すいません、長く喋りました。えー 記憶曖昧なところがあって、あと個人的な見解もたくさんあります。それはご了承ください。はい、ということでどうもありがとうございました。